それではお時間になりましたので始めていきたいと思います。本日のブラックベルトオンラインセミナーは Amazon ECS Deep Dive という題目で Amazon Elastic Container Service をより高度に使いこなすための手段についてお客様からよくいただくお悩み、質問に回答していく形で最新のアップデートも含めつつ紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに本日のスピーカーの自己紹介をさせていただきます。 浜マ一と申します。Amazon Web Service Japan 株式会社のソリューションアーキテクトというロールで、お客様に対して AWS の最適な設計をご提案、支援する仕事をしております。AWS の好きなサービスは、本日のトピックでもあります、Amazon ECS、そしてコンテナの実行環境である AWS Fargate といった業種別、それぞれのテーマに分かれて、Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーシリーズです。 皆様のご覧になっている画面に吹き出しのボタンがあるかと思いますが、こちらに質問を入力し、センドボタンをクリックすることで質問を投稿することが可能です。書き込まれたご質問は主催者側にしか見えません。お寄せいただいたご質問でご回答可能なものについては、個人や企業を特定するような情報を除いた上で、後日ブログで回答させていただきます。また今後のロードマップに関するご質問にはお答え,お答えできませんので、どうぞご了承いただけたら幸いです。 Twitter のハッシュタグですが、こちら AWS ブラックベルトをご利用いただき、感想であるとか、要望であるとか、どしどしツイートをいただければと思います。また本日のセッションの最後にアンケートはございますので、そちらの方も、えー、選んでいただけますと幸いです。次に内容についての注意点です。本資料では本日時点のサービス内容及び価格についてご説明しておりますので、 最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。また資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格や内容と公式サイトの記載に相違があった場合、公式ウェブサイトを優先とさせていただきますので、この点もご了承いただければと思います。それでは本題の方に入っていきたいと思います。えー、本日の内容ですけども、まず前提としまして、コンテナ技術、または Docker についてご利用経験があること、 そして Amazon ECS の基本的な内容を習得されていることとしており、対象は ECS をすでに運用されている、または ECS を利用したワークロードの開発を進めようとされている方となっております。また今回は Linux コンテナの利用に関するユースケースとさせていただき、Windows コンテナについてはまた別の機会とさせていただきます。本日のアジェンダとしましては、概要から入りまして、 ECS の動作イメージや主要要素について簡単にではございますがご説明いたします。そして続いて Amazon ECS お悩み相談室と題しまして、ECS をご利用されているお客様からよく伺うお悩みや課題を紹介させていただき、そちらに対してのアプローチを最新のアップデートを交えつつ進めてまいります。 アップデートされた機能のユースケースや今までお客様が抱えていた課題がどう解決されるのかといったことが本日のセッションを通して解説できればと思います。それではまず Amazon ECS の概要についてご存知だと思うんですけども、このウェビナー内で一度知識レベルを合わせておきましょう。まずは AWS のコンテナ関連の主なサービスですが、こちらのようになっております。レイヤーとしてはイメージレジストリ、 オーケストレーション実行環境の3つがございます本日のトピックである Amazon Elastic Container ServiceAmazon ECS はコンテナのデプロイやどこのノードにコンテナを配置するかというスケジューリング機能といったコンテナワークロード全体の管理を司るオーケストレーションレイヤーのサービスの1つですまた Amazon ECS の実行環境という文脈で AWS Fargate や Amazon EC2 EC についても、えー、少し触れる予定です Amazon ECS は Docker コンテナを本番環境、AWS 上で簡単に管理、運用したいというお客様のリクエストに応えるべく開発されたサービスです。Amazon ECS は AWS ネイティブなコンテナオーケストレーターであり、AWS のその他のサービス同様、各種 AWS サービスと深い連携が実装されています。例えば、ロードバランサーである ELB やオー,ケスト、えー、オートスケーリング、クラウドウォッチによるモニタリングなども容易に行うことが可能となります。 ECS を利用したコンテナ実行環境の動作イメージですが、大きくスケジューリングやオーケストレーションを司るコントロールプレーンである ECS と、コンテナ実行,、えー、実行環境である一つ以上のインスタンスの塊であるクラスターに分けられます。この図で言いますと、クラスターは、えー、複数の EC2 上に ECS がタスクという一つ以上のコンテナの実行単位をクラスター内の各 EC2 インスタンスのリソース状況や、えー アベイラビリティゾーンをもとに配置しております EC2 を実行環境として利用する場合は例えばリザーブドインスタンスやスポットインスタンスのようなものを併用すると直接コストの最適化の恩恵を受けつつコンテナが実行可能ですただしこれら EC2 をご利用いただく場合には OS そのものや各種パッケージ等のパッチ当てなどの更新作業が必須で また、クラスター全体のリソース使用率を最適なものに保つためには EC2 インスタンスのスケーリングも設計管理する必要があります。こういったコンテナの実行環境である EC2 インスタンス自体の運用管理が負担になっている。もっとアプリケーションの開発にフォーカスしたいというお客様の声を受けて2017年に発表されたのが AWS Fargate です。図のように、クラスター内の複数の EC2 インスタンスが AWS Fargate という実行環境に置き換わります。 AWS f a r g a t e を利用すると、お客様は EC2 インスタンスのプロビジョニング、スケール、管理が不要になり、結果 EC2 のインスタンスタイプについて考える必要もなければ、先ほど上がったような EC2 インスタンス内部のコンポーネントに対するパッチ当てやバージョンアップについて考える必要もなく、スケーリングについてもコンテナレベルのことだけを考えれば良くなります。 Amazon ECS の主要要素についてその関連と合わせてご説明いたします。まず、タスク定義にはコンテナに割り当てる CPU とメモリ、そしてタスクというコンテナの実行単位に付与する IAM ロール、またネットワークモード、そしてどの Docker イメージを利用するかといったコンテナの実行定義が記載されております。クラスターは複数の EC2 インスタンス、もしくは AWS f a r g a t e で構成され、 タスクやサービスを実行するコンテナ実行環境の論理的なグループですこのクラスター上にタスク定義に基づいたタスクが実行されますタスクはアプリケーションの一部または全部を構成する1つ以上のコンテナからなる実行単位ですタスク内のコンテナは必ず同一ホスト上で実行されますのでタスク内のコンテナ間はループバックアドレスでの通信が可能です そしてこれらはタスクの実行数やエラスティックロードバランサーとの連携等を定義したサービスを設定することで Amazon ECS を利用したコンテナアプリケーション環境が整います。それ以外にも細かい機能などございますが、そちらについては Amazon ECS お悩み相談室で触れさせていただきます。はい。概要の方は以上とさせていただき、それでは本題の ECS のお悩み相談室と題しまして、 Amazon ECS をご利用されているお客様から伺ったお悩みを紹介させていただき、そちらに対してのアプローチを最新アップデートを交えつつ進めていきたいと思います。それではまず最初のご相談です。アプリケーションの設定値、秘密情報をコンテナ内のアプリケーションに配布する際の推奨方法を知りたいというお悩みをいただいております。このお悩みの背景としては、 例えば、アプリケーションの設定全般をコンテナ内のソースコードに直接記載しており、Docker コンテナのイメージを開発、ステージング、本番と環境ごとに分けていて、運用の中でデプロイ漏れや、えー、環境サイといったことが起きているという課題。そして、データベースのパスワードや外部の API の認証情報といった秘密情報を安全に管理するために、AWS s e c r e t マネージャーをご利用いただいているのですが、エントリーポイント。 Docker の初期プロセスで値を取得しに行く処理をコン,テナにコンテナ内に含めるといったアプリケーションそのものの本質ではない設定や秘密情報にまつわる運用負担が大きくなっているケースです。現状のこういったアプリケーション運用に関わる負担を軽減するため推奨方法を知りたいというのがモチベーションになります。 こちらに対する回答アプローチとしましては、基本的には設定値としては ECS の環境変数を利用してコンテナ実行時の値を挿入いただき、また、秘密情報については AWS Secrets Manager をご利用いただいた上で、機能アップデートであります ECS の環境変数と Secrets Manager の連携を使って、透過的に秘密情報をコンテナに配布いただく形になります。まず、コンテナでのアプリケーション設定値ですが、 基本的には環境変数に格納することを推奨しておりますこちらは下のリンクに設けております12 Factor App という2011年に Heloc、ok、のエンジニアが提唱したアプリ開発の方法論にも記載されておりコンテナワークロードについてもこのドキュメントの内容が当てはまります環境ごとにイメージを作成するとどうしても管理が行き届かずデプロイ漏れや環境差異といったことが発生し得ます これらは環境変数というコンテナのデプロイごとに外部で独立して管理されることで、そもそもコンテナイメージを環境ごとに分ける必要がなくなり、環境設定をもとにデプロイ単位で挙動を切り替えるようにご利用いただけます。また、環境変数は独自形式の設定ファイルや Java システムプロパティーズなど他の設定の仕組みとは異なり、言語や OS に依存しない標準となっていることで、より汎用的に利用いただくことが可能です。 Amazon ECS における環境変数についてですが ECS のタスク定義のコンテナ定義の中に設定いただけますキーとバリューをそれぞれ設定いただくことで DB のスキーマ名や S3 のバケット名、新議地そしてマイクロサービスのアプリケーションを ECS 上で実行されている場合には他のサービスのドメイン名といったことを静的に設定可能です右の画像のように環境変数を設定しておき イメージ内のアプリケーションで環境変数を呼ぶように実装しておけばタスク実行時にバリューがコンテナ内に挿入されることでコンテナアプリケーション内に設定値を配布できます。続いて秘密情報の配布についてですがこちらについてはデータベースの接続文字列のようなセンシティブな情報となりその受け渡しに環境変数をそのまま利用するのはアンチパターンとなります。 そこでアップデート機能である AWS シークレットマネージャーとの統合機能をご利用いただくことで、より安全に値を受け渡すことが可能です。シークレットマネージャーは、データベースの認証情報、API キー、その他のシークレットを AWS キーマネージメントサービスと、えー、キーマネージメントサービスを用いて管理する暗号化キーでシークレットを暗号化して、秘密情報を安全に保つ,保つことができます。 利用方法としては、Secrets Manager に Secret を作成し、ECS の環境変数の ValueFromField を利用して、Secrets の ARN を記載することで、透過的にパスワードといった秘密情報をコンテナに配布が可能です。以前は実装パターンの中のよくある方法として、コンテナ起動時にスクリプトなどで Secrets Manager から情報を取得し、それをアプリケーションに渡す形で起動するというものがございました。 もちろん、この方法でも実現はできるのですが、Amazon ECS と Secrets Manager との統合機能を使うことで、どういう効果があるのか解説いたします。以前の方法はまず、Amazon ECS がタスクを起動し、コンテナアプリケーションが起動します。このコンテナの初期プロセスには、AWS Secrets Manager から秘密情報を取得し、置き換える処理が実装されておりました。 また、シークレットマネージャーに対してリクエストをするための依存ライブラリといったものがコンテナの中に含まれる、含める必要がありました。そして、コンテナの起動プロセスの初期化処理で AWS シークレットマネージャーから秘密情報を取得し、設定値の置き換えを行うことでコンテナ内の秘密情報を配布しておりました。これが統合機能の登場によって Amazon ECS がタスクを起動する際に、 まず、環境変数に設定されたシークレットの ARN をもとに、AWS シークレットマネージャーから秘密情報を取得、複合化を行い、環境変数の値を置き換えます。そして、コンテナが起動する際に、環境変数として秘密情報をコンテナに配布し、起動いたします。初期化処理の実装や依存ライブラリなどは不要です。結果、 イメージサイズのスリム化や初期化処理にかかる時間がなくなったことでコンテナの起動時間が短縮されスムーズにデプロイが行えるようになりました。また処理のすべてを AWS マネージドで扱えるようになったことでアプリケーションは秘密情報の管理や暗号化、複合化処理について意識しなくてよくなり運用負担が軽減されました。ECS における環境変数の扱いと AWS s e c r e t マ Manager との統合機能について紹介させていただきました。 それでは続いてのお悩み相談をご紹介いたします。Amazon ECS を使ってマイクロサービスにチャレンジしているのですが、サービスディスカバリーはやはり ALB を利用するのでしょうかというお悩みをいただいております。このお悩みの背景としましては、ECS コンテナワークロードでマイクロサービスのアプリケーションを作成しており、各サービス間の連携でインターナル ALB を利用されております。ただ、 ALB は複数タスクへの負荷分散やヘルスチェック目的のみで利用していて、サービスが増えるごとに ALB が増えていくこととなり、ランニングコストやもう少しアーキテクチャがシンプルにならないかというお悩みを持たれているケースです。回答アプローチとしましては、Amazon ECS で利用できる ELB でのサービスディスカバリーと DNS ベースの ECS サービスディスカバリーのそれぞれのメリットをご理解いただいた上で、サービス関連系で求める要件に応じて、 適切なサーービススディスカバリーを選定する必要がありますまた今回のケースのような不可分散ヘルスチェック目的だけなのであれば低コストでシンプルな設計になる ECS サービスディスカバリーが当てはまるようなケースです AmazonECS のサービスディスカバリーはロードバランサーベースと DNS ベースの2種類のサービスディスカバリーをマネージメントコンソールなどからネイティブに利用可能です それ,ぞれのそれぞれのサービスディスカバリーの特徴やメリットについて説明いたします。まずはロードバランサーベースのサービスディスカバリーの特徴を見ていきましょう。AWS のロードバランサーのサービスであるエラスティックロードバランスシング ELB を利用したサービスディスカバリーとなります。サービスディスカバリーとしては ECS のサービスがタスクを起動した上でターゲットに IP アドレスとポートが登録されることで解決されます。 また、タスクの停止時にはターゲットから登録を解除することでコントロールされます。下の構成図のように ELB のターゲットとしてポートと IP アドレスが設定されており、こちらがサービスディスカバリーの対象となります。ロードバランサーへのアクセスでサービスにアクセスすることとなるので、呼び出し元のサービスは ELB のエンドポイントや付与したドメイン名で宛名を指定します。 ELB を使ったサービスディスカバリーのメリットとしては ELB の機能を利用できる点です。コネクションドレイングやヘッダーベースのルーティング、そして ELB からの HTTP、TCP でのヘルスチェック機能などサービスディスカバリーとしては高度な機能を利用できるというメリットがあります。続いて DNS ベースのサービスディスカバリーである ECS サービスディスカバリーです。こちらは2018年に追加された機能です。 ECS クラスタ内で他のサービスへアクセスするためのレコード登録を自動的に ECS に、ECS と Root53 に任せることができる機能です。ECS のサービスの設定で、サービスの検出オプションにネームスペースや検出名をセットすることで、AmazonRoot53 のプライベートホストゾーンにレコードが登録、管理されるようになります。右の画像は AWS VPC ネットワークモードでの登録例で、 タスクに付与されたプライベートアドレスに対して A レコードで管理されます。タスクのネットワークモードがブリッジあるいはホストの場合には SRV レコードにより動的ポートマッピングでの名前解決が管理されます。登録された DNS レコードを追加削除することでサービスディスカバリーがコントロールされます。考慮する点としましては ELB が存在しなくなりますのでコンテナのヘルスチェックを行う際は タスク定義のコンテナレベルでのヘルスチェックを設定して利用いただく必要があります。呼び出し元のサービスはサービスネームドットローカルのような相手型のドメイン名を使ってタスクの宛名を解決できシンプルなルーティングを行うことができます。これ以外にも例えば DNS ベースのサービスディスカバリーはロードバランサーよりもコストを低く抑えられることも特徴の一つとして挙げられます。 ECS サービスディスカバリーを利用した具体的なアプリケーションで言うと、このようにフロントエンドサービスには外部から接続するための ALB でのアクセス経路を用意した上で、サービス間通信は ECS サービスディスカバリーによって名前解決を行います。例えば、何かエラーが発生してコンテナがヘルスチェックに失敗した際ですが、この際は速やかに DNS レコードが削除され、バランシングされなくなり、 またタスクの再作成が起きることで新しいレコードが追加されることとなります。2種類のサービスディスカバリーについて解説いたしましたが、それぞれのメリットとして再度整理すると ELB を使ったサービスディスカバリーのメリットとしては、ロードバランサーの機能を使ったルーティング制御や、またインターネットアクセスを利用可能ですので、ユーザーからの直接のアクセスが来るサービスなどで使うことができます。対して、 ECS サービスディスカバリーのメリットは、前述したようにロードバランサーをつかない分低コストに利用できたり、またロードバランサーを利用した場合と比較するとセキュリティグループの設計など設計がシンプルになる点があります。特に AWS VPC ネットワークモードを利用いただくとタスクベースでセキュリティグループの管理が行えるのでサービス間のアクセス制御をシンプルな作りにすることができます。 これら2つのサービスディスカバリーのメリットを理解いただいた上で要件に応じて適切に選択いただければと思います。それでは続いてのお悩み相談をご紹介いたします。コンテナアプリケーションでサイドカーコンテナのような依存関係のあるコンテナをどのように制御すればよいのでしょうかというお悩みをいただいております。このお悩みの背景としましては、タスク内の依存関係のあるコンテナの制御方法についてなのですが、 例えば、エンボイプロキシやログコレクターといったサブとなるサイドカーコンテナ起動後にアプリコンテナを起動したいといったタスク内のコンテナの起動順を制御するためにアプリコンテナのエントリーポイントのスクリプトでウェイト処理を入れることで実現しているようなケースです。依存関係解決の他のその他のユースケースとしまし,ケースとし,ましては、コンテナの初期化処理を別のコンテナで実行して停止したいというケースです。 これらは共にコンテナの起動順、停止順を制御したいケースで、やむを得ずアプリとして不要な実装をコンテナに含めているといった形になっていました。アプローチとしては、依存関係のあるコンテナには、2019年5月のアップデートで追加されました Depends On Parameter を利用してタスク内コンテナの起動順、停止順を制御いただくことが可能です。また詳細は後ほど説明いたしますが、 依存関係のあるコンテナに対してタイムアウトの制御をしたい際は、こちらもアップデートで追加されたスタートタイムアウト、ストップタイムアウトパラメータを利用して制御することで、より柔軟に依存関係のあるコンテナのコントロールが行えます。Depends on パラメータですが、タスク定義の各コンテナに対して設定できる依存関係制御のパラメータです。Depends on パラメータは、例えば、えー、右に書いておりますタスク定義のより、 タスク定義内の APP というコンテナにサイドカーコンテナが特定のコンディションになる状態になる状態であることに依存関係を定義することで APP コンテナの起動開始をサイドカーコンテナの状態に基づいて制御することが可能となります。またタスク起動時はリペンズゾーンを設定したコンテナが依存された側の後に起動しますがタスク停止時はその逆でして リィペンズオンを設定したコンテナが先に終了するように制御が行われます。そして依存するコンテナのコンディションを定義できるのですが、スタート、コンプリート、サクセス、ヘルシーの4種類が存在します。これ以降ですが、コンテナ B がコンテナ A の起動に依存するよう、コンテナ B にリベペンズオンパラメータを設定しております。 まず、スタートという条件は、コンテナ B が起動開始する前に、依存コンテナであるコンテナ A が起動開始されているということを検証します。注意点としては、これは起動開始をタイミングとしており、起動が完了しているという条件ではない点です。コンテナ A が起動開始すると、コンテナ B は検証に成功し、コンテナ B が起動開始します。続いて、コンプリートという条件は、 えー、コンテナ B が起動開始するる前に、えー、依存ココンンテテナナであ A の実行が終了するとコンテナ B は検証に成功しコンテナ B が起動開始しますこれは、まあ、初期化処理のような、えー、スクリプトを実行して、えー、終了する不要なコンテナの依存関係に役立ちますサクセスという条件は基本はコンプリートと同じなのですが 依存コンテナであるコンテナ A が Exit コード0で終了する、つまり正常終了したことも条件となります。コンテナ A が正常終了すると、コンテナ B は検証に成功し、コンテナ B が起動開始します。ヘルシーという条件は、コンテナ B が起動開始する前に、依存コンテナであるコンテナ A が、ドッカーの r のヘル e チェックに合格したことを検証し、起動開始します。 コンテナ A のヘルスチェックが成功すると、コンテナ B は検証に成功し、コンテナ B が起動開始します。これには、もちろん依存コンテナであるコンテナ A にヘルスチェックが設定されていることが前提となります。そして、依存コンテナを扱う上での考慮点なのですが、今度は依存のあるコンテナのタイムアウト制御,が制御を行いたい場合があります。 例えば、タスク実行時に依存関係にあるコンテナがいつまで経っても起動してこない場合です。この場合、依存しているコンテナは待機状態にあり、エラーによる終了も起きず、処理が進まなかったり、コンテナのデプロイに時間がかかってしまうこととなります。また、今度はタスク停止時にタイムアウト制御のケースですが、タスク停止時のタイムアウト制御のケースですが、タスク停止時を出すと内部的にはコンテナ内のアプリケーションに対してシグタームシグナルが送られてきます。 このシグナル送信後の待ち時間はデフォルトが30秒で、これを超えるとシグキルシグナルを送ってアプリケーションを強制終了します。シグキルによってアプリケーションが異常終了、異常停止するということは処理中のデータをロストするような不具合が発生が、ロストするような不具合の発生が考えられます。こういった起動時や終了時のコンテナのタイムアウトの制御を行う際のパラメータとして スタートタイムアウト、ストップタイムアウトというパラメータがリリースされております。こちらもリペンズオン同様、タスク定義の各コンテナに対して設定できる依存関係制御のパラメータです。こちらを設定することで、タスクの正常起動、正常終了を待つ時間をコンテナ単位で設定できるような形になります。スタートタイムアウトは、コンテナの依存関係解決の再試行を止めるまでの待機時間で、 例えば、依存されているコンテナ A でスタートタイムアウトが120秒で設定されていれば、120秒が経過すると、コンテナ B は依存関係を待たず、タスク自体がストップドステータスに移行します。タスクのステータスに変化があれば、タスクの再実行や検知が行えます。ストップタイムアウトは、コンテナが正常に終了しなかった場合に強制さ、終了されるまでの待機時間で、 コンテナ単位で正常終了しなかった場合に際に強制的に終了されます。タスク終了のリクエスト時に、シグキリによる強制終了の起こり得るリクエストには、強制終了の起こり得るコンテナには長めに定義することが可能となり、例えばコンテナ A には30秒、コンテナ B には60秒と、コンテナ単位で分けてタイムアウトが設定可能です。ただし、そもそもタスクの停止に毎回最低30秒待っていては、 デプロイ時の新旧バージョンの入れ替えにも相応の時間がかかってしまいます。コンテナワークロードで新旧バージョンの入れ替えが遅いなと感じたら、一度アプリケーションや利用しているフレームワークなどの実装も確認してみると良いかもしれません。ECS のコンテナ間の依存関係を柔軟に制御する方法について解説させていただきました。それでは続いてのお悩み相談です。AWS Fargate でスケジュールとタスクとしてジョブ実行を行っているのですが、 エラーハンンドリングををどののようううにすすればよいいいでしょうかとおお悩みをいただいておりますこの相談の内容としては ECS のスケジュールドタスク機能を使ってタスクを1日に1回スケジューリング実行しているようなバッチジョブ基盤として使われているケースですバッチジョブなので自分たちでコンテナインスタンスを管理しなくてよいファーゲートを使っていますこういったケースではサービスでのタスク制御ではなくランタスクでのタスク実行なので 何かしらのエラーで終了時にエラーハンドリングなどがされません。自分たちでどのようにして ECS のジョブ実行のコントロールやエラーハンドリングを行うかを検討,してされ検討されています。こちらに対する回答アプローチとしては、ステップファンクションズを使ったフロー制御か、単純にステートを元に処理するだけなら、クラウドウォッチイベントでタスクのイベントストリームをご活用いただくことができます。 ただ実際にはどのような制御をしたいかをしっかりと検討を重ねたり、検証した上で選択してください。基本的にステップファンクションズのご利用がこの場合うまく当てはまります。ステップファンクションズを利用することで AWS Lambda や Amazon ECS などのサービスをつなげて機能、機能豊富なアプリケーションにまとめるワークフローを設計して実行できます。ワークフローは一連のステップで構成され、 あるステップの出力が次のステップへの入力になります。ステップファンクションズをクーロンジョブとしてクラウドウォッチイベントから実行も可能で、今回のケースのようなジョブスケジューリングでも実行可能です。エラー検知が目的なのであれば、クラウドウォッチイベントで Amazon ECS イベントストリームのタスクステートチェンジをもとにアクションを定義することもできます。こちらも エラーイベント単位で再実行やエラー通知、そしてリカバリー処理などをコントロールいただくことは可能です。クラウドウォッチイベントにリテールタイプを ECS タスクステートチェンジ、クラスターの ALN を指定し、トリガーするステータスや内容を条件に入れておくことで、タスクが実際にそのステータスになった際にクラウドウォッチイベントが発火し、AWS ラムダを使った再実行や SNS での通知を行います。 注意点としては、あくまでタスクのステータスをもとに制御を行うパターンなので、タスク自体が実行されないようなエラーケースの場合には拾うことができません。ただ、ステップファンクションズほど高機能なハンドリングではなく、シンプルな制御で良いのであれば、この方法も有効です。それでは続いてのお悩み相談に参ります。 コンテナアプリケーションのデプロイでローリングアップデートやブルーグリーンデプロイ以外で自分たちでカスタマイズしたデプロイやロールバックを実現する方法はありますかはい。こちらのご相談の背景ですが、す、え、で、ー、に ECS をかなりご利用されていて、えー、マイクロサービスアプリケーションを展開されており、1日に数回のリリースが実施されているようなケースです。そのような高頻度なデプロイプロセスを行うため、リリースをより柔軟にコントロールしたいというモチベーションで、 ECS で用意されているデプロイメントではなく、さらに自動化された自分たちでカスタマイズしたデプロイを ECS に対して行うための手段を知りたいというお悩み相談です。回答としてはシンプルで、カスタマイズしたデプロイやロールバックを行いたい場合は、ECS のデプロイメントコントローラーのタイプには、ローリングアップデートを行う ECS タイプと、ブルーグリーンデプロイメントを行うコードデプロイタイプ以外に、 もう一つ、エクスターナルというタイプがあるので、そちらを利用して ECS の API で外部からデプロイをコントロールしていただく形になります。ただし、あくまでユーザー側で外部からデプロイをコントロールすることになりますので、まずは本当に自分たちにはエクスターナルデプロイメントコントローラーが必要なのかを、残りの2つのマネージドなデプロイメントを検証を運用した上で、えー、検討されることをお勧めいたします。 Amazon ECS のデプロイメントについて改めて理解しておきましょう。まずはローリングアップデートです。こちらの図は、タスクをクラスター上で実行状態に保つ数であるデザイアードカウントが2で、デプロイ中のランニング状態にとどまる必要のある、とどまる必要があるサービスのタスクのミニマムを50%で1に、デプロイ時にランニングまたはペンディング状態で使用できるサービスのタスクのマックスをデザイアードカウントのパーセント値を デザイアードカウントのパーセント値である100%で2に設定しているサービスです。こちらに対してバージョン2のタスク定義でローリングアップデートを実行しますとバージョン1のタスクを1つ終了させてバージョン2のタスクを1つ起動します。その後さらにバージョン1のタスクを1つ終了させてバージョン2のタスクを1つ起動し V バージョン2をステーブルなタスクとしてデプロイを完了します。 このようにローリングアップデートはタスクを指定した数ずつ、えー、タスクを指定した数ずつ順番に更新していく方式です。続いてブルーグリーンデプロイメントですが、こちらは AWS コードデプロイと ALB によってコントロールされるデプロイタイプです。このサービスに対してブルーグリーンデプロイメントが実行されると、 新規バージョンであるグリーンの環境とともに、グリーン環境用に新規でターゲットグループと既存の ALB に対して別のポートでリスナーが登録され、グリーンのタスク群に本番トラフィックを流すように、えー、テストを実施します。こちらは、まあ、手動テストでも良いですし、えー、コードデプロイの、えー、フックの機能でラムダ関数を呼び出せるので、そちらを利用して自動テストを行うことも可能です。グリーンでの動作,動作が確認できれば、 コードディプロイに対して手動もしくは自動での承認を行って、本番リスナーのターゲットグループをグリーン環境用のものに切り替えることでリリースします。その後、ブルーを削除するというよりという方式を取ることで、より安全な形での検証方式となります。 それら2つで賄えな,ないデプロイメントを行いたいようなユースケースのためにエクスターナルデプロイメントコントローラーというデプロイメント機能が追加されました。こちらは外のツールから API 経由で操作することを前提としており、自分たちでカスタマイズされたデプロイ方式を取ることが可能です。タスクセットというタスク定義のデプロイメントに関する役割のコンポーネントを1つのサービスの中に設定して利用できます。また、 複数のタスクセットを一つのサービスの中で維持して、両方のデプロイメントに同じロードバランサーからトラフィックを分散が可能でして、このタスクセットに対して API を実行していくことで、柔軟にデプロイメントの制御が可能となります。エクスターナルデプロイメントコントローラーで考慮すべき点としましては、サービスのスケールインアウトはお客様自身での実装が必要となる点です。また、 マネージメントコンソールからはデプロイメントタイプエクスターナルは設定ができません。API もしくは CLI でサービスを設定し、タスクセットの作成更新の API を外部から実行していくことでデプロイを実行していきます。また実装例としては ALB のヘッダベースルーティングと組み合わせることで AB テストを行ったり、カナリアリリースのようなことも実現可能となります。 デプロイメントコントローラーをエク,エクスターナルタイプに指定したサービスでの API を使ったデプロイの流れを解説します。メインとなるタスクセットが実行されている状態です。こちらに対して新しいバージョンのタスクを API 経由でデプロイしていきます。まず、Create Task Set API で新しいタスク定義のバージョンを指定したタスクセットを同じサービス上にパーセントを指定して作成します。この場合だと サービスのデザイヤードカウントは10に設定されているので、タスクセットが10タスク、タスクセット B が1タスク実行されている状態となります。今度はタスクセット A の割合を減らして、合計を100%になるよう調整してみます。アップデートタスクセット API をタスクセット A を指定して、スケールオプションを90%で実行してタスク数を調整します。 この状態で、今度はこの API を実行している外部のデプロイツールからアクセステストやクラウドウォッチログスのイベントを5分間監視などを行います。そして特に問題がなければ次の処理に移行し、今度はアップデートタスクセットでタスクセット B を100%に、そしてタスクセット A を10%に変更します。そしてこの段階でバージョン2のデプロイ自体は問題なく行えたので、アップデートサービスプライマリータスクセット API を実行して、 タスクセット B をプライマリーステータスに変更してタ、タスクセット B がステーブルな状態であるよう遷移させます。こういった挙動ですが、他のデプロイメントでも実行されておりますので、もし興味があれば、他のデプロイメントを実行している際に ECS のサービスのデプロイメントという項目をご確認いただければと思います。最後に、タスクセットを A、A A 失礼しました最後にタスクセットをタスクセット A にアップデートタスクセットで0%のレートで変更することで完了となりますもしロールバックを行う際はタスクセット A は0%で残っている状態になりますので同じように API を実行していくことでロールバックを行うことも可能です不要なタスクセットであればベリートタスクセットを実行することで削除可能ですこのように外部から API を使って ECS のデプロイメントを管理するタイプである エクスターナルデプロイメントコントローラーについて説明いたしました。はい。それでは次のお悩み相談に行ってみましょう。EC2 起動タイプで AWSVPC ネットワークモードで使っていると EC2 インスタンスはリソースが余っているにもかかわらずコンテナが 2, 2、3個しか立ち上がらないんです。もっとコンテナを起動するなら EC2 を増やしかないですかはい。こちらのお悩みの背景ですけれども。 AWS VPC ネットワークモードを EC2 起動タイプで使うときに発生し得る課題です。AWS VPC ネットワークモードでコンテナアプリケーションを展開しており、コスト削減の目的でスポットインスタンスを使うためファーゲートではなく EC2 起動タイプを選定しております。またその上で軽量なコンテナを多く配置されているが EC2 の CPU やメモリーに空きがあってもタスクは一定数以上配置されないという課題を抱えております。 こちらに対する回答のアプローチですけども、最新のアップデートで ENI トランキング機能がリリースされましたので、AWS VPC ネットワークモードを EC2 起動タイプでご利用されている場合は、そちらを有効にすることで通常時の ENI 上限値を高めることができ、各インスタンスにより多くのタスクを配置が可能となります。AWS VPC ネットワークモードは非常にシンプルに、えー コンテナアプリケーションのネットワーク設計を取れる機能ですので、ぜひこれに合わせてご活用いただければと思います。さて、改めて AWS VPC ネットワークモードについて解説いたします。AWS VPC ネットワークモードでタスクを起動すると、そのタスク単位で ENI を割り当てることができるようになり、各タスクごとでプライベート IP アドレスを持つことができます。 またタスクに ENI を割り当てているのでセキュリティグループをタスク単位で設定可能であったり ALB、NLB AL からタスクに IP アドレス、IP ターゲットとしてルーティングを行うことができます。また動的ポートマッピングを行わないのでよりシンプルなネットワーク構成となりコンテナワークロードに最適化されたネットワークポリシーが定義できます。ただこの AWS VPC ネットワークモードは 先ほど申し上げました通り、タスクごとに 1ENI を EC2 にアタッチすることで実現しています。そして EC2 にはインスタンスタイプごとでアタッチ可能な ENI の数のハードリミットがあるため EC2 に配置可能なタスク数がこの上限値に依存することとなります。例えば C5 ラージインスタンスだと ENI の上限数が3なので 一つは、ホストインスタンスのプライマリーで使われるため、各インスタンスに2タスクまでしか配置できない形となります。結果、軽量なコンテナを多数動かすようなユースケースの際に、インスタンスのリソースが余っているにも関わらず、追加のタスクが配置できず、EC2 を追加する必要がありました。そういった AWS VPC ネットワークモードを EC2 起動タイプでもっと使いたいユーザーの課題に対して、 ENI トランキング機能が2019年の6月にサポートされました。こちら ECS のアカウントセッティングスで AWS VPC トラッキングという、トランキングという設定を有効にすることで設定後起動した ECS のインスタンスは ENI トランキングを有効になった EC2 インスタンスが使われます。こちら右の表を見ていただければわかりますけども AWS VPC ネットワークモードを使用して今までより多くのタスクを配置可能となります。 例えば、先ほど同様 C5 ラージインスタンスタイプだと1インスタンスにつき最大数が10タスクとなり元の5倍のタスクを起動可能です。また ENI トランキングがサポートされていない EC2 インスタンスタイプもありますのでサポートされるインスタンスタイプ及びその ENI 上限については下のリンクをご確認ください。はい。では、あと2つほどお悩み相談の方を紹介させて紹介していこうと思います。 Java アプリケーションが稼働するコンテナの起動時間が長くて ALB のヘルスチェックが失敗してタスクが実行されないです。ヘルスチェックの間隔は通常運転時の長さにしておきたいんです。というお悩みです。このお悩みの背景としましては Java のアプリケーションを ECS を利用してコンテナで展開されているのですけどもコンテナを起動開始するが えー、Java の起動プロセスに時間がかかってしまい、結果 ELB からのヘルスチェックに失敗して ECS がタスクの再実行を行ってしまい起動が行こような起動ができないようなケースです。現状はヘルスチェックの間隔自体を長くして回避をしているんですけども、あくまで発生するのは起動時のみですので、できればヘルスチェックの間隔自体は長くしたくないというケースです。 こちらに対する回答のアプローチですがサービス設定でヘルスチェックの猶予期間ヘルスチェックグレースピリオドセカンドというパラメータがありますのでこちらをアプリケーションの起動時間と合わせて設定することでタスク開始時のみ一定期間ヘルスチェック ELB だとかルート,ト 53ECS 0コンテナのステータスを無視してヘルスチェックの実行間隔は通常通りの間隔を保つことができます。 こちら、代わりに初回起動時のエラー検知がその分遅れることになりますので、アプリケーションの今の起動時間が本当に適切なのか見極めた後に設定いただくのがよろしいかと思います。ヘルスチェックグレースピリオセカンズは、ヘルスチェックの有用期間を設定できるパラメーターで ECS のサービススケジューラーがタスクが開始時にヘルスチェックのステータスを無視する期間です。 右のようにサービスの設定で秒単位で設定いただくことが可能です。実際に設定いただくことでコンテナを起動開始するが Java の起動プロセスに時間がかかり結果 ELB からのヘルスチェックには失敗するんですけども有用期間中はステータスを無視するため有用期間中に起動が完了しタスクの再実行を開始できます。 先ほども申し上げた通り、今の起動時間が本当に適切かを見極めた上で設定いただければと思います。それでは本日最後のお悩み相談になります。AWS f a r g a t e で起動するコンテナの CPU メモリーを最適なものを選定したいのですが、コンテナのリソース状況をどのように把握すればよいでしょうかというお悩みです。こちらのお悩みの背景ですけども、 ファーゲートがコンテナに割り当てる CPU やメモリ量に応じた重量課金となりますので,ファーゲート上で、ファーゲート上で展開しているタスク内のコンテナのリソース使用状況をもとに最適な CPU メモリを選定してコスト最適化を図りたいというモチベーションです。ただ、クラウドウォッチにデフォルトで設定されているファーゲートのメトリックスはサービスレベルの CPU メモリの使用率となり、 タスクやコンテナ単位でのリソース状況を継続的に閲覧するにはどういう方法があるのかというご相談です。非常に多いケースです。こちらに対する回答ですけども、継続的なメトリクスの取得であれば、プレビュー機能であるクラウドウォッチ、コンテナインサイツをご利用いただくことで、タスクやコンテナ単位のメトリクスを閲覧可能となります。ただ、こちらまだ現状はプレビュー機能ですので、 設定を有効にした後に作成したクラスター上のリソースに対してのみ有効となりますまたインスタントにタスクやコンテナのメトリックスが必要な際は ECS タスクメタデータエンドポイントを利用することで現在のリソース状況の確認は可能です ファーゲートで実行するコンテナワークロードですが、もともとクラウドウォッチでネイティブに確認できるメトリクスはサービスレベルの CPU メモリ使用率でした。そのため、例えばサービスレベルではなくタスクやコンテナ単位でのメトリクス、CPU メモリ使用率以外のメトリクスが必要な場合はタスクメタデータエンドポイントを利用する必要があります。エンドポイントを叩くと右のような JSON 形式のレスポンスを得ることができますが、 このエンドポイントはタスク内のコンテナからのみアクセスが可能です。例えばよくある実装パターンだとタスク内のメインのコンテナとは別にエンドポイントを定期的に叩くためのサイドカーを同居させるというのがあります。具体的に、具体的に取得可能な項目の詳細については、えー、Docker の API ドキュメントのコンテナスタッツセクションを参照してください。そして 直近のプレビュー機能として ECS のクラスター、サービス、タスクレベルでメトリックスとログを収集しリソース状況を把握できるようになった機能がクラウドウォッチコンテナインサイツです。ENIT ランキング同様アカウントセッティングでクラウドウォッチコンテナインサイツを有効にすることで設定を有効した後に作成したクラスター上のリソースに対してのみ有効となります。現状はプレビューですので仕様は変わる可能性がある点だけはご理解ください。 こちらの機能をご利用いただくことで ECS のメタデータ API から手動で収集せず継続的にコンテナワークロードにまつわるメトリックスを取得が可能となりました例えば CPU 使用率やメモリ使用率ネットワークのアウトとインそして現在ランニング状態にあるタスクの数ペンディング状態にあるタスクの数サービスで実行されているタスクの数など取得が実際できるメトリックスの一覧については、まあ、下にリンク設けておりますのでこちらご確認いただければと思います また、パフォーマンスログをクラウドウォッチログスに蓄積しておりますので、クラウドウォッチログスインサイツを利用することで、コンテナ単位でのリソース状況の分析も可能です。ダッシュボードを作成し、タスクを選択した後に、ビューパフォーマンスログスという項目を選択,選択いただくことで、クラウドウォッチログスインサイツの画面に遷移が可能です。クラウドウォッチコンテナインサイツについてご説明いたしました。 ただ、先ほど申し上げました通り、現状はプレビューですので、その点だけご理解いただき、また仕様は変わる可能性がございますので、お試しいただくところから始めていただければと思います。はい。こちらでお悩み相談室は以上なのですけれども、本日相談室でご紹介したもの以外の主なアップデートについてもご紹介させていただきます。まず、Amazon ECS のタスク定義が AWS AppMesh の統合サポートいたしました。 エラスティックサーチ、REDSHIFT、Kinesis、S3 などへのログ集約用にするフルエントビットプラグインとそれらのプラグインを同梱したプレビルドなコンテナイメージをリリースいたしました。ECSCLI を利用してローカル開発環境で ECS タスク定義を実行できるようになりました。AmazonECS および AmazonECR が AWS プライベートリンクでのアクセスが可能となりました。 ECS タスク定義で特定のコンテナに割り当てる GPU の数を指定できるようになりました。また、こちらは本日発表されたアップデートですが、プレビュー機能として提供されていた、マルチプルターゲットグループスパー ECS サービスが正式にご利用いただけるようになり、一つの ECS サービスに複数のターゲットグループを設定できるようになりました。また、本日紹介いたしましたアップデートやプレビューの機能といった、 AWS のコンテナサービスに関するロードバックの一部は表示しております URL で公開しておりますので例えばですねこういった機能が来るのかなとかどういったものがあるのかというのがもしまご興味がございましたらこちらにアクセスしてみていただければと思います最後になりますが本日はコンテナワークロードの運用の負担を軽減するアップデートの機能をお客様のお悩みと合わせて絡めてご紹介させていただきました また ECS そのもののアップデート以外にも、えー、他のサービスとの統合機能も多くリリースされております。ECS のコンテナ環境をあくまで一要素として、えー、適切に組み合わせてご利用いただくことで AWS をより最適にご利用いただければ幸いです。また本日紹介しましたアプローチですが、えー、あくまであるユースケースに対する回答ですので、実際は自分たちのチームや要件に合わせた設計や機能を選定いただければと思います。 また、AWS はお客様の課題や要望をもとに日々アップデートを繰り返しておりますので、運用時、開発時に発生した課題は、課題や要望はぜひお近くのソリューションズアーキテクトまでお願いいたします。はい。えー、いくつかまあご質問をいただいているかもしれませんけれども、えー、冒頭にてちょっと申し上げました通り、こちら側にしかご質問は見えませんので、どんどんどん,どんご質問をポストしていただきますようよろしくお願いいたします。 本日はお時間の関係で回答については割愛させていただきますが、本日の内容につきましていただきましたご質問については AWS ジャパンのブログにて資料公開と合わせてまとめて後日回答させていただきます。また本日提供しております AWS ブラックベルトオンラインセミナーですが、今後8月以降の開催予定は、ここに書いてありますようなトピックで随時提供してまいります。 ご興味のあります、ご興味のあるトピックがございましたら、お昼休みと夕方の時間とはなってしまいますけれども、ぜひご参加いただければと思います。また、本日の資料、AWS クラウドサービス活用資料集というサイトにて公開されます。過去のブラックベルトオンラインセミナーの資料もこちらにございますので、ぜひご参照ください。それから SN、SNS にて情報をたくさん発信しております。 Twitter、Facebook、こちらの方を登録いただければ、日々最新の情報が確認できるようになりますので、ぜひこちらの SNS もご登録いただければなと思います。そして最後に AWS Well Architected 個別技術相談会についてですが、Well Architected とはシステム設計運用の対局的な考え方とベストプラクティッシュで、AWS のソリューションアーキテクトとお客様が長年にわたり数多くの経験から作り上げたものとなっております。 それに対する相談会というものも実施しており、イベント告知サイトからお申し込み可能ですので、ぜひご活用ください。はい。えっと、この後、えー、こちらでセッション終わりですけれども、アンケートの方ございますので、えー、もしよろしければそちらの方を回答いただけますと嬉しいです。はい。それでは本日の内容は以上となります。ご視聴ありがとうございました。